はい、どうも、こんにちは。これはギャッツビーの CM 今日からなんですかね、たけるくんね。ガンガン言ってください。スタッフ追加&ストイックな撮影に現場を沸くだそうです。これなんかね、僕朝のテレビでも見たんですけどね、新しいのやってるんですけど、ものすごいかっこいいっすよね、これはね。2パターンあんのかな？体を拭くという動作、ギャッツビーの気持ちよさをいかに伝えられるか。そう、ちょっとね、胸はだけてこう拭くんですよね。そのためにちょっと体をね、作った感じがあるような。で、プレイバックを確認する。もう少し勢いよく吹いた方が良さそうですね。と、自ら修正案を提示。監督やスタッフとアイデアを出し合いながら、目線や顔の向き、手の位置、スピードを微妙に変えるなど、気持ち良さそうな吹き方や表情、インパクトある見せ方をとことん追求したと。佐藤が昼食空間で水と絡む、顔には天然だろう。編シリーズ 4.5m×3.5m の水槽に足元まで水を溜めたセットで撮影。これなんかメイキングやってましたけど、それすごかったですね。水ジャーってなってそこからパッと出てくるんですよね。で、 CM に採用されるカットほんの一瞬なのにもかかわらず、一切妥協することなく、ワンテイクごとに暖房とドライヤーでずぶ濡れになった髪や体を乾かしながら監督と修正点を検証し、再びスタンバイ位置に戻っていくという作業をストイックに繰り返してた。そこを見てすごいなと思ったんですよ。一回一回乾かすんですよね。大変だなと思いましたよ。監督から激しい動きでと指示が飛んだ際は、ホースを手にした担当スタッフ2人はもっと上の方からガンガン行ってくださいと遠慮なく自分の顔や体に直接水をかけるようにリクエストしたと。それでも物足りず、ついにはスタッフをもう1人追加、計3箇所から大量の放水がなされる中、顔を上に向けて水を浴び、水面を力強く叩くなど、一瞬の映像でも記憶に残るダイナミックなアクションを次々と披露し、現場を沸かせていただそう。うん、本当かっこよかったっすよ。本当にインパクトがある映像だなと思いましたけど。佐藤健インタビュー。ギャッツビー新イメージキャラクターに就任し、周囲から反応ありましたか？ブランドムービーを見た友人からたくさん連絡が漏れ、反響の大きさを感じまして、注目されているんだなということを実感しました。もちろん嬉しかったですし、同じ仕事をしている仲間とか動画とか作っているクリエイターの方たちからも、あの動画いいねという声をたくさんいただきましたと。今回の CM の見どころを聞かせください。ギャッツビーの CM 毎回 BGM に注目しているんですが、今回どんな BGM がこれに乗るんだろうって僕も楽しみにしています。そこが一番の見どころですね。あ、結構謙遜してますね。でも BGM はまだあれなんだ、決まってない。タケル君も知らないってことなんですかね、これだと。これは面白いな。今回の CM のテーマである気持ちよさを表現するにあたり、どんなことを意識しましたか？風ですね。スタッフさんから衣装とか髪に風を当ててもらいながら撮影していたのですが、その風を感じるだけで数段爽快感のある映像になるんですよ。撮影でも今のテイクはカメラワークとか動きは良かったけど、次はもうちょいいい風来るかもしれないからもう一回やろうとか、結構こだわって何回もテイクを重ねましたと。日常の中で気持ちよさを感じるのはどんな瞬間ですか？僕自身、肌に触れるものの気持ちよさをこだわっています。だから服とかタオルとかそういうものは人一倍うるさいというか、普段から割と気を使っています。ああ、これはね、わかる。たけるくんね、肌触りってやたら言いますよね。シュガーでもね、あの服を作ってね、自分のブランド作った時も全てそうじゃないですか。タートルネックの素材とか、あのパンツの素材とか、コートの素材とか、もうとにかく肌触り、手触りってね、そこをね、素材のそれを一番追求してたって言ってますもんね。デザイン性とかそういうのもあるんでしょうけど、一番は素材だっていうね、ことを肌触りって言ってたんで、たけるくんはそういうのがね、多分あるんでしょうね。そういうものに人一倍うるさいというか、普段から割と気を使ってるっていうのは多分そういうことなんでしょう。どんな素材がお好きですかっていうことに対して、感覚的なものなのでなかなかこの素材というふうに表現するのが難しいのですが、夏だとちょっとひんやりする生地とかは大好きですね。冬は逆にあったかいモコモコしているものとか、とにかくあらゆるジャンルの気持ちいい布が好きです。ああ、これはもう完全にタケル君のブランドですと同じやつですよね。ギャッツビーのこう服のもあれちょっと
布なんですかね、不織布なんですかね、これはね。ボディーペーパーって言うんですね。紙なのか、一応。あれ気持ちいいですよね。あれでね、夏とか拭くとね。まあなんか、ここに来てね、たけるくんまたいろんなものに露出してきてるんですけど、もう3月も終わるじゃないですか。これでも4月になるとね、もう完全にたけるくんは、るろうに剣心のモードに、宣伝のモードですね。で、もう4月の終わりぐらいから、映画が始まるってことですもんね。なので僕もね、やっぱりこの機会ね、せっかく1年前にたけるくんを知ってそっから追い続けてるんで、やっぱりこのたけるくんのこの今のタイミングに合わせてルローはやっぱ見るべきじゃないですか。もちろん見ますけど、そのために気持ちをねちょっと上げていきたいですよね。それ前まではモネちゃんのボス恋だったんで、ボス恋に焦点を当てていろいろ、まあもちろんネット記事もボス恋多かったから、それのネタも多かったけど、まあそこを一段落して、今度はタケル君ですよね。だから僕まだ見てないわけですよ。三部作。過去の。ルロケンの。動画と、動画じゃない、こう。一応撮ってあるんですよ。録画して。で、これから見ますよ。4月に入ってから、気持ちを、モチベーションを上げるために、見ていきます。それの感想ね、今更なんですけど、僕みたいにね、タケル君を、こいつからファンになったって人も少なくない気がするんですよ。僕の動画を見てる人は。あれを見て、あ、佐藤健ってこんなにいい役者なんだって言って、タケル君に注目してる人は、まあまあいると思うんですよね。だからまあそういう気持ちになってですね、僕もね。まあそういう気持ちの方と同じ気持ちになってですね。4月になってから今更ながらだけど過去のものを追わせていただくっていう意味合いで、るろうに剣心のから、まあ、3部作の3つ目まで、まあ、見れる時間があるときに見て、感想を言わせてもらえたらななんてちょっと思ってますけど。あとすいません、僕なかなか最近ね、一つの動画の内容を重要視するような作り方になってきてるんで、だから喋りが長い分にはいいんだけど、その分ね、編集も長くなるんですよ。編集も今までの倍かかっちゃってるんですよ。なかなかその間にね、皆さんにコメントね、できれる時間が少なくなってるんですよね。なので、この場を借りて、皆さんに、すいません。本当にすいませんという話をさせてください。で、皆さん見てますから。コメントは全部見てます。ただ、返信する時間がなかなかなくて、その分、こう、動画の編集にね、時間がかかっちゃってるってことなので、ちょっと言い訳になっちゃうかもしれないですけど、そういうことなので、見てます。見てますので、いっぱいコメントはいただけたら嬉しいです。ということです。では。